だ本当の最終日。よっしゃー、イエ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 イ。がタコ、タコサーサラダ。あ、この上に乗ってんの好き俺ね。これがなんだっけ、ゼリーだっけ。何これ。うん、なんか、でもこれ何これ、これ何なの。あ、海藻、海藻なんだ。俺もそれ言った。これちょっとタコくて、あ、それはちょっとやっぱ口からこれちょっとはみ出てる感じ。そういう絵が欲しいのかい。いや、もっとうまそうに食うから捕食みたいな出してって言うからやっぱりでも今酒飲み離れっていうか、世の中で飲まない、なんか若いやつとか全然飲まないらしいですもんね。そうなので、それがやっぱりちょっといただけないなとは思いますね。飲ましたいですね、うん、なんで飲まない逆に聞きたい。本当お金を使わないらしいですからね、もう若いやつは。若いやつは。若いやつは。何に使ってるんですか。何に使ってるんだろうね。ゲームか。モンハン。エコ活動とか。うん、エコ活動。エコ活動だもんね。エコ活動はいいんじゃねえの。なんかこの前東区でそこに働いてるじいちゃんいるんですよ、60ちょい何いくらぐらいのじいちゃんいて、って言われた言葉が全然わかんなくて、いいっすか言って、はい、みんなじゃあちょっと聞いてください。ちょっと張ってない、ちょっと言えるんですか。多分これクイズ、じゃあクイズ、方言クイズ、方言クイズ、あの多分テロップも表現できないような名前になってます。マジで、いきます、はい、はい、超シルベンデルブタベア超シルベンデルブタベア最初俺に言われてるのかも分かんなかった混乱しちゃってる、うん、もう一回言うで、ちょっとゆっくり言うよ。超シルベンデルンデビアフランス語じゃないか。分かんない、分かんないですね。分かんない、分かんない、ええ、シルベン、シルベン、超シルベンデルンデビア面白い出だしが今日シルベン昼弁当出るんでしょ。もう一回言ったら超シルベン出るんだべや。いいな。そんな急に言われても絶対わかんないよね。超だから超シルベン出るんだべや。日本語じゃないもんね。もうそうだよね。不思議にずっと長くいると解読できるよ。徐々にね、徐々に分かってくる。味がいます。ああ、いいカウンターですね。気分的には大丈夫ですか。大丈夫です。ここで待ってる人がいる。寒いね。温泉街歩くのいいっすよね。いいですね。心なしかちょっと早歩きですよ。これがまた寒いからね。寒いからこうあんまり言葉を発したくないよね。早くなるね。ああ、やっぱ北国の人は無口ですよ。でもなんかその人、うん、あの江戸っ子みたいな発音なんですよ。シードが、うん、火をシード。何国なのか。はあ、これは英国の紳士かな。チェスなんて。ね、王将将棋の街なのにチェス。さあ水晶そばです。いいんですよ、いいと思う。そば茶ですか、俺。ああ、あります。
成彦さん、塩辛ありますよ。酒、のんべいには欠かせない。今日はですね、俺も結構居酒屋として使う人もいるんですよ。おー、いい。結構、当てがいっぱいあって。当てが。エイヒレとかですね。あ、いいですね。とかですね。名店じゃないですか、そばの名店。あれね、軽いな。飛び六行きませんか。じゃあ、あのビール感覚で最後はしましょう。大丈夫ですか。ライト、あ、炭酸系なんですか。そうです。あ、すいません。お、ちょ、飲む飲む。飛び六に本部さ、気をつけて。飛び六行きます。あ、炭酸発泡だって。ちょっとこんなの初体験。ちょっとチラッ、ちょっとこれってチラッと。チラッチラッと。チラッと。どこどこ。入ってるんですね。そんな、なんかあの。ありがとうございます。何入ってんの？麹って。なんかこうたまりが。たまりが、あ、でもだんだん濁ってきてるよ。俺だって比べてみてほら。ほらほらほら。ほらほら、ね、濃さが違う。では、予測テレビ2軒目。ハイペースで行きましょう。テントの夜。いやいやいや、水車そば。なぐさの方が腰を入れかの話だよ。これ。サイダーじゃねえか。サイダーだ。うまはい、ありがとうございます。塩辛ちょっとかわいい。何この綺麗な。実はもうほら。これはうまいっすね。グイグイ。うん。やっぱ日本酒好きな人じゃないとこういうのはなかなかね。我々はもうサワー系しかいかねえから。塩辛好きっすね。あ、これは。違う。甘いな。甘いっすか。ここはあれですね。タウリンが効いてるな。うん、あの、サイダーに合う。サイダーに合うかい。バカ野郎っていう。バカ野郎サイダーに合う。うまっ。おーおお、来た来た来た。下駄を鳴らして奴が来る。温泉街ですね。予作たちが。今日なんか予作日和だね。予作日和だね今日ね。俺も好きやね。来いただきましょう。エイヒレ本当最近。はせた。うめえ、うん、あ、いいっすね。あ、これですね。水車そば。すげえ、水車そば来てそば食わねえよ。そんなプレイありますか。でもこのご覧ください、この予作たちを。この予作たちも多分そばなんか二の次ですよ。そば湯も飲まないよ。あ、そば湯だけ。そば湯だけ、ね、でもそば頼もう。食いたい。4人でだったらいいじゃない。いやいやいや。何か。ダーダーでしょ今。ダーダーですね。カメラ映ってないけど、粗相ですよ。粗相しましたよ今。祝い俺の誕生。おめでとう。本当なんですよ。弱い36歳ですか。弱い36です。ほら、ちょっと気づかなかったんで、誕生日プレゼントも。いや、そんなの望んでたらもっと盛大に言います。もう事前に、うん、フライヤー作って告知してます。こうやって見てると、2人の酒好きそうな人ってやっぱり50アップぐらいですよね。あ、で、あとは肌の照りが違う。あの、限りっていい？何この性格。だよね、うん、これあれやっぱモンテバブル。モンテではないじゃん。あります。でもユニフォームじゃないから。うん、でも